おはようございます。輪ゴム、輪ゴムはね、あの顔のむくみ、輪ゴムを10分間することによってここの血流が溜まって、で取った時、10分後取った時にジュワーっとこことかむくみが、血行の流れが良くなってむくみとかお顔がすっきりするから、これやる。よし、今日は、あ、おはようございます。今日はちょっとね、今からこれからこうちゃんに会うから急ぎ身でメイクしてきます。久々にちょっとね、こうちゃんに会う動画を撮ろうと思って、今回はじゃん、エスポー縛りのメイクしていく。ちなみに今日のお洋服はこんな感じ。もうお洋服着ちゃった。じゃあまずベースから、こちらメイクアップベース3960円。中がね、つぶつぶがいっぱい入っとって、でこれプッシュするとどうなると思う？もしもし。もしもし。はい。どうすればいいっけ？え？あ、わかった。急ぎます。はい。じゃあねー。気をつけてねー。はい。ねね。うん。じゃあね、気をつけてねー。ははいって。なんで2回言っちゃう？じゃあ急ぐね、私も。はーい。バイバーイ。バイバーイ。やばいです、急ぎます。やばいです、急ぎます。こんな感じで粒が潰れた状態で出てくる。これをね、ちょっとポンポンと、なんかね、半分だけ塗ってみるとこんな感じ。下地っていうよりかは多分化粧水感覚、めっちゃ保湿してくれる。こんな感じ。ちょっと待って、あのクッションファンデ取ってくる。で、最近使ってるクッションファンデがこれ、エスポアのクッションファンデ。私はペタルっていう色を使っています。ペタルってなんか明るすぎず暗すぎずで、すごいね、カバー力があるんよ。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方。私はメタルって色とベージュを使っています。暗い色から明るい色まであるから、ちょっと見てみて。これね、本当に、あ、ちょっと半分に、ちょっと半分だけやるね。ニキビあったけどさ、ニキビ消えたの分かったこれすごいよ、本当に。しかもさ、めっちゃ塗ってますよ感が少ない。こんな感じでできたら、感動したのがこれ、エスポアのライツビームシェイカー。しっかりね、シェイクして、これはね、この目頭、私は目頭、お鼻の先、え、伝わる？伝わるかな？と唇の上、肌めっちゃ綺麗ですよって思わせたいから、この C ゾーンに、え、伝わる？はい、こんな感じでツヤツヤにできたら、次は眉毛。私はね、髪色に合わせてちょっと暗めに、これね、いいところがね、6色展開されとって髪色に合わせられる。自分に合った暗い色から明るい色まであって、自分に合った髪色と合わせられるから、おすすめ。あのね、眉毛苦手な方、私もそうなんやけど、まずこの形を買ってほしい。私は眉尻を長めに描いて、ちょっと顔の余白を埋めて小顔にしています。これで鼻のノーズシャドウしちゃう。もうやりやすいよ、案外。ペンシルでやるとき、私ここ丸くしてます。こんな感じで、で、ぼかすと自然になるから、ペンシルでやるのもおすすめ。これ可愛くない？ピンクメイクかオレンジメイク迷ってるんですけど、どうしよう。エスポアといえばこのアイシャドウや、そのアイシャドウの中でもめちゃめちゃ人気のアイシャドウを4つにギュッとまとめたアイシャドウで、どっちも可愛いよね。つけてみるとこんな感じ、全体的に控えめなオレンジブラウンっていう感じで、毎日使いできるパレット。なんかさ、ピンクは落ち着いたローズとピンクブラウンっていう色、このね、明るい黄色っぽい色を目全体にのせていきます。こんな感じで、で私は目の下にもこうやって一緒にのせていく、グワッと。そしたらこのね、ラメラメの
ャドウを黒目の上にのせて、ね、このさラメ感がさもうギラギラしてない感じ伝わるかな。これも同じく目の下にのせていきます。やばい、こうちゃん来るやん。ちょっと待って、本当に急ぐね。そしたらこの色でちょっとね締めていきます。下の目もちょっとだけ。そしたらねこんな感じの細い筆取って、このね一番濃い色をちょっとダブルライン系に、こんな感じ。え、めっちゃいいね。今はさこうやってさマスクするからさ目元だけでもちょっと変えたい方この4色パレットマジでいい。さっきの眉毛描くやつで涙袋描いていきます。涙袋描くときは眉毛のやつが一番いいよ。黒目の下から濃く描いてみます。こんな感じで。アイライナーとマスカラセットない？セットでめっちゃ可愛くない？赤こんな感じで結構細めです。目に沿ってこんな感じで目頭だけ描いています。カラコンします。やっぱりラガン、ラガン、ラガン、え、ラガン、カラコンします。カラコンしようと、カラコンするとこんな感じ。結構アイシャドウも濃いめやからマスカラもブラウンに、色味はこんな感じ。ブラウンっていうよりかは赤っぽいオレンジっぽい色かな。伝わるかな、この綺麗な束感。でもダマになってない。下まつげも、うん、マスカラ両目塗るとこんな感じ。次はリップどうする？リップを赤い系にするかブラウン系にするか、ちょっと目がね濃いからチークはしんないけど、リップどうしよう。ちょっとね大人っぽい色とか、これはどんなんやろ。え、めっちゃかわいい、これかわいい。え、これ合いそう今日のメイクに、とか、あとはめっちゃ好きな赤色。赤って最近してないからね。伝わるこの違い。これです、2番目。あ、めっちゃピンク。色味はこんな感じ。え、どうする？一番最初に塗った色かな。一番最初に塗った色塗って、で、ちょっとこれ、これも気になる。結構ね、マットなんよ。で、私1日使ってみたけど唇カサカサにならんよ、これ。こういう色使ってなかったかも。使って初めてかも。真ん中のリップも塗ってみる。え、赤リップ久々。ちょっとね濃くなったからティッシュオフするね。ティッシュオフするとマスクに本当につきにくい。完成。どうですか？今日は韓国メイクのエスポア縛りでメイクしてみたいけど、ちょっと私がね激推ししたいのはこのアイシャドウ、マジでおすすめやから。今日使ったのはこのオレンジやけど、このピンクもなんか私イエベやけど使いやすいピンクで、マジでおすすめ。あとね、このサイズ感、ポーチに入れてもかさばらない、持ち歩きやすいサイズ感と、あとはデイリー使いできる、派手にもできるしナチュラルにもできるし、デイリー使いができる。私はね9点で全部買うことが多いんやけど、9点の他にも楽天とかアマゾンとかあるし、あとはロフトプラザアットコスメにも売っとるから、ちょっと気になった方見てみてください。じゃあちょっとこうちゃんと今から美容院に行ってきます。バイバーイ。なんで分かったん？どう？なんかいいね。いい？いい。マジ？今から2人で美容院に行ってきます。見て、髪切ってきた。髪だけちょっとストレートが多いから切りっぱなしカット。どう？ちょっとさ、メイク落とさず寝ちゃったんやけど、伝わる？ここはずっとねマスクしとったからリップとかちょっと薄くなっちゃってるけど、このままカラコン取って爆睡しとったんやけど。伝わりますでしょうか。この崩れ、このねツヤ感といい、それを伝えたかったじゃあメイク落としてきます。バイバーイ。